はい、どうも、しぼりと申します。そしてちみです。はい、こういうことやっていきたいと思います。さて、なんかいきなりですね、ちょっと出遅れちゃったんですけども、英雄&美人、英雄&美人、英雄&美人、まあ三国志の呂布ですよね。呂布コラボがやってきまして、これめちゃくちゃかっこいいです。で、僕三国志、あの横山三国志シリーズはやっぱり全部読んでるんですけども、このまあこのマクラーレンもね、この関鳥羽をね、あのまあ催してこのマクラーレンだし、この M4 もね、まあ方天歌劇ということで、ちょっとまあ呂布好きな人にはたまんないんじゃないかなと思います。で、長生もまあ普通に可愛いしね、これは三国志好きな人はめちゃくちゃいいコラボなんじゃないかな。かっこいい、かっこいい。衣装どんな感じだ。衣装ちょっとショップで見ます。見てみようか。ちょっと先でちょっとショップで見ますね。衣装、あ、かわいい、かわいい。ほら、おー、朝鮮ってなんかこんな感じで、なんかまあ美しい、三国一美しい女性みたいな感じで、で、まあ、三国無双っていうゲームがあるんですけど、その三国無双で朝鮮が殺されたりとすると、呂布がうわーって怒って、その呂布が絶対勝てんぐらい強いっていう。へぇー。これちょっと面白そうなんで、ちょっと、あ、BGM 鳴ってないよ。急いで。おい BGM。よしよし。よし、というわけで。BGM、yeah. Let's go. Yeah. Yeah. Let's go. BGM やったんで、まあ、まずいきますか。ちょっと確率見ていいですか。確率、うん、確率、マクラーレンが 0.150、 悪くはない、悪くないよね、悪くない、 0.150 で悪くないってなっちゃうよ、なっちゃうで、呂布が 0.2、 朝鮮 0.2 で、 M4、 まあ、M4 欲しいです正直。うん、あれはハンタライトか。これハンタライト、これハンタライトで、呂布仲間で、これ槍ですね。まあ、その金枠とオレンジが出たらいい方だよ。うん、まあ金枠出たらいいね。で、これ MK なんで、ね、MP やったらこれ相当欲しいけど。ああ。僕嵐やんないんだよ、僕たち、うん、基本的に。待って、もう荒野始めて 2,3 回ぐらいしか行ってないっていう。うん、まあ、10回やったら確実に10回はやってないわ。なんか、うん。というわけで回していくか。よっしゃ。回していく。ちょっとどんなのかとりあえず見ようか。まず10連、うん、交換、交換でいく。交換ない。うん。はい、おーしょ、おーしょ、おあ、あ、上の矢印になったらいいってことか。そこに行くの。あ、横に行かなきゃいけない。そう、で、ここは上に行かんといけない。なるほど、なるほどね。行かないね、これ爆死かな。あー、あー、行かないね。あ、でもしっかり尺は使ってくれるね。オッケーオッケー、楽しい、これ楽しい、楽しい。なるほどなるほど。もうまあまあまあ行くわ。でも当たる気するな、これ。当たるかな。あれ、間違ってマクラーレン止まりそうな気するけどな。そう、間違って止まんないよマジで。おお、来た来た来た、よいしょ。おお、え、来た来た、え、来た、ほら当たった。えっやばい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 、マジか。なんか毎回あのフラグ立てるよな。やばっ、当たっちゃうんだそういう時やっぱ。おお、やばっ、当たったか、やばっ。1200金券しか使ってない、やばいなえ、このアカウントやばいな、やばい。おお、もう俺枕手に入れた。おお、いや、きたきたな。高評価、高評価だな、これは。低評価のあら、ないな、マジか。もうこうなったら M4 欲しくなってきた、なんか。ああ、これ神ガチャじゃない、これすごいな。でてて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 てあー、あー、なるほど。あ、これ交換できる、もしかして。ってことは6個でいけるかってこと。あ、はいはい、そういうことね。あ、でもまだ上の受け取ってない。んこれ、じゃあ、あ、これが10個貯まったら10連回せるってことだね。貯まらんとダメなんかな。プラス金券とかじゃ無理かな。おーおーおー、あれちょっと神ゲーになってきたね。ちょっと、よしよしよし、なんか、うん、まあ M4 と、まあ、超と、挑戦欲しいわ。
お、来るぞ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 。呂布よいしょ仲間。あ、え、これすごいなこれ。え、これやばくね。すごい。どうした運営やばいな。ラッツくん、いえ、よろしく。よろしく。M4 欲しい、もうこれだったら。やばいな、M4。コンプ？いや、コンプはやばいな。コンプはやばいな。ちょっととりあえず、でもこれ300金券しか消費しないから、これ。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー！さあ。ここは行かないのかな。いや、枕取っちゃったね。枕、とうとう手に入れたよ、この俺が。で、コラボだから、まあ、まあまあ高いっしょ。うん。あの、キーランクも。あの、あれ、10万枕ぐらいじゃない、下げランク、多分。あの、ウサギのね。うん。え、やばいやばいやばい。180しか。180金券。マジ？挑戦とね、あと M4 が欲しいですね。あと。あ、なんかだんだん渋くなってきた。あおじゃあ、もうただだ、これ。ただ。あ、もうここまでにした方がいいってことだな、じゃあ。ああ、そういうことか。そういうことだよな。そういうことだな。なるほどね。ここは渋いね。右！よいしょ。おー。なるほど。でもこのトレーニング物資ゲットで できるのはね、ちょっと正直嬉しいよ、うん、トレーニング物資ガチャもあるんで。で、消費したの、あ、まだいけるんだこれ。だから100連まで回したもん、うん。これ結局100連までいったらどんくらい金券使うのか、どうなるんだろうね。あ、知りたいな。だって僕今6500金券でスタートして、まだ2000金券しか使ってないですからね。やば、これ行くべきだな。これで鍵ランク低かったとき。それな。それな。これ、これなんぼ？ 10 だ。あ、ただただ。あ、ほらほらほら。すごいな。そろそろ、そろそろ。そろそろ挑戦欲しいよ。M4 もそろそろ欲しいよ。よいしょ。おーよいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おう。ああ、どんどん渋くなるパターン。どんどん渋沢栄吉になっていくわ。あ、お、来た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 ぞ、 M4 来たぞ、ほら。あ、ハンターだと。ハンティ、ハンティ、なんだハンティって。ハンティ、ハンティ。グレーズ行こう。グレーズ。アトレティ。ハンターだと来たよいしょ。まあまあまあ、まあ、おいしょ。で、これまだかわいい。100連ではないのか。ハンターライトは使わないけど、まだ100連ではないです。今90連回しました。ラストか。90連、次で100連目でも3000金券しか使ってないんで、ああ、約3500金券、3500ぐらいで、普段だと30連ぐらいだよね。これ当たらないのか、この探索済みは。当たらないようになってるかってことかな。10、ただただただれん上。なんかパチンコに見えてきたな、なんか。ちょっとこれ危ないな、これ。危ないわ。なんかね。危ねえわ、これ。中毒性若干あるわ、これ。うん、危ねえ、これは。やべ、やべ、トレーニング物資めっちゃ当たる、嬉しい。よいしょ。ちょっとこれさ、この探索済みが当たるかどうかちょっと見たいね。ちょっともう一回上までやるわ。当たるんかな。探索済みが、さすがに当たらんじゃない？当たらんか。ちょっとその辺ちょっと見てなかったもんな、ちゃんと。なんか上、もう上行かなさそうだ。 M4 欲しいな。もうここまで来たら欲しいな。唯一 M4 スキンがまだ、そうな、ソリッドセキュリティなんで。ソリッドなんでね。ああ、もしこれこうなったらやばいよ、これ。 これはやばい。やめた方がいい合図。
さあ600金券だったら回すわ。うん、上、ああいかんな。行ってくれよ。ちょっと今そっちの検証したいんだから。手つく、やって。ああ、いやまあまあもう行っちゃうわ。アルブン行っちゃいそうだなこれ。ああ行っちゃいそうだ、うん、これ行っちゃうな。いやちょっとその検証したいのに。いやいや行こう。多分次来たら M4 来るよ。来る。次上上がったら M4 行きそう。ためがあったっけ、しっかり。しっかりためがあるけど。よいしょ。靴2個も当たんな、そろ。ダイヤやば。やばいな。え、ちょ、なんか溜まってるこれ。これさ、探索地100になったらどうなるこれ。え、これやばそうじゃない、なんか。なんかあ、必ずこっちに行くなって。ずっと？え？ずっとだった、え、ずっとじゃないよ。もう100まで行っちゃうもん、これ。え、これ、ずっとだったらやばいよ。お、お、お、来た。来たー！ M5？ M5。 おぉ、いいね。あ、M5 じゃないよ。あ、M5 じゃなかった、ごめん。あ、あれだ。飛行グッズか。待って、ちょ、見てなかった、今のあれ。多分、この中だけでもあったな。多分そうだよね。うん。お、来た。お、来た、来た、来た。おいしょ、おお、あ、そっちか。女が欲しかったな。欲しかったね。よしよしよし。飛行服やばくないこれ。これホーム展示どうなるんだろう。いけるんかな。うーわやば。もうやばいな。よいしょ。うーわすごいね。よいしょ、両夫。強そう。呂布が出たぞーっていうシーンがあるんですよね。もうこうなったら行くしかないか。M4 って、あ、探索地溜まったわ。溜まったらこっちに勝手に行ったわ。あ、そういうことか。はいはい、なるほどなるほど。てか M4 ってどこにある。ここ。あ、スカーに見えた、それマダムローズに見えた。あー、分かる分かる。てか一番欲しかったこの2つがゲットできてない。それそれ。まあでも枕が当たってるしな。ここの辺でちょっともう当てときたい。あー、もう M4 かな。なんだ、あれ次かな、これ。あ、来た来た来た。さあ、よし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 、よっ、よし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 、取れた。長いな、長い。これスコア長い、ね、うん、スコアみたい。おお、これ銃剣見てみたいな。あ、銃剣見たいね。どうせあれっしょ、あの。よーっしゃ、まあもういいよな、さすがにね。さすがにな。うん、まあちょっと挑戦、まあ欲しいけど、まあやめとこう。銃剣は、おー、神秘ついてるね。ああ、はいはい、方天火撃がつく感じかな。かっこいいね。うん、はい、なんか以前ちょっとガレージが貧相って言われたことがありまして。もう、もう一回言ってもらえるとちょっと火がつくな、また。こんぐらいかな。まあ10連、600金券なんで、もう今回僕は、まあ、1200金券で当たりましたから、まあそういう意味では回してもいいガチャかなと思います。というわけで、ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter と TikTok もやってますのでフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。